4月にブルアカライブ開催。おそらく限定が来るであろうこのタイミングでいろいろ考えなきゃいけないことありますよね。例えば今回のブルアカライブで発表されたのが限定だとしても、その先もあります。4月も下旬ということで、過去の水着イベント、今までどんなイベントがあってどんな限定キャラクターなどが登場したのか、このあたりを説明していこうと思います。っていうのもですね、今4月でブルアカライブで例えば限定が発表されたとしても、その先に夏の復刻、さらに新しい水着のイベントなんかが来て、さらに8月にはハーフアニバーサリー、余分な石を使ってる暇なんてないわけですよ。まあ、僕は全部出るまで引くんですけど、ただ無備課金の方だとなかなか厳しい現状もありますので、今後どんなキャラクターが復刻されるのかというところと、過去のイベントでまだ登場していないキャラクターなんかも紹介しようと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずは夏ドラのウィッシュリスト。ブルアカが2021年の2月にサービス開始しているわけなんですけども、初の限定キャラの実装がされたこちらのイベントです。まあ、初めての水着イベントってことですね。はい、こちらの夏ドラのウィッシュリストでは、あずさと真っ白の限定実装がされました。2人とも限定で、ブルアカ初の限定キャラクターですね。あずさは神秘のアタッカーで、敵の防御力を下げたり自分でも攻撃をしてダメージを出したりできる超有能なキャラクターですね。真っ白に関しては出番が減ってきてはいるんですけど、それでも戦術対抗戦で未だに使っている方がいるぐらい強いキャラクターになります。真っ白も神秘の単体アタッカーのスペシャル枠になります。あずさはストライカーですね。そしてさらにこのイベントは配布もありまして、こちらの剣の水着がイベントで配布されました。最近はほとんど使われていないんですけど、当時神秘のアタッカーがかなり少なかったのですごく活躍しましたね。ただ貴重な特殊装甲の枠なので、今後展開される総力戦や合同火力演習によってはまだまだ活躍の余地があります。フロントでバック持ちなんで耐久性もバッチリですね。そしてひふみの水着に関しては、イベントが終わった後に工場で追加されましたので、今でもガチャから出てきますね。初のタクティカルサポートの枠ということで、コストが10という感じでね、ちょっと重たいんですけども、もうメモリアルロビーもめちゃくちゃ可愛くて最高です。はい、そしてブルアカの夏が終わったと思ったんですが、すぐにひな委員長の夏休みというイベントが開催されました。そう、ブルアカはですね、1年に2回水着イベントがあったんですよね。こちらで実装されたのは、なんとまたまた限定実装のひなとイオリです。2人とも限定ですね。イオリは特殊装甲で爆発のアタッカーで、単体攻撃で使っても非常に強いスキルを持ってますし、置物性能もめちゃくちゃ高くて未だに強いキャラクターです。ヒナに関しては出番がだいぶ減ってきてはいるんですけども、汎用性の高い3コストの範囲攻撃は今でも任務やチャレンジクエストでも使われてます。そしてこのイベントでも配布がありまして、泉の水着ですね、大玉の追加が3つあるように見えるのは気のせいでしょうか。 EX スキルで敵に気絶を与えたりすることができるユニークなスキルを持ってます。ブルアカの1年目はですね、限定の水着が4人実装された年になります。まさかね、水着イベントが2回来るとは思いませんでしたね。あの時先生たちのアービ教官の声が思い出されます。でしばらくイベントがなくてね、結構離れていた方が多かったんですけど、水着イベントの特にヒナにね釣られてまた戻ってきた先生もかなり多かったですね。復刻開催されましたらガチャも復刻されると思うので、この2つのイベントで4人の限定が復刻されることになります。はい、そして2022年になりまして、ブルアカもどんどん盛り上がっている頃に、アビドスリゾート復旧対策委員会、文字通りアビドスの水着イベントが始まります。こちらで実装されたのはノノミとまさかのワカモということでね、ただ2人ともですね、限定ではなく工場のキャラクターとして追加されました。これはね、かなり優しかったですよね。ただ待ちに待った水着イベントで回した方かなり多かったです。そしてのどみに関してはですね、ヒエロニムスでもう大活躍のキャラクターで、爆発の単体アタッカーですね。ワカモは貫通のキャラクターで、主に総力戦ほどなどで活躍してます。そしてこの時の配布もありまして、アヤネの水着ですね、タクティカルサポートのキャラクターでヘリで登場するんですけど、味方の会心ダメージ率をサブスキルで常に上げていたり、
そのタクティカルサポートもかなり使いやすくて、今でも総力戦やその他のコンテンツで大活躍のキャラクターです。このあたりから配布キャラめちゃめちゃ強いですよね。まあ、こんな感じでね、アビドスの水着イベントは終わったわけなんですけど、こんな感じでストーリーにも5人の立ち絵がねあったにもかかわらず、チロコとセリカの水着実装、さらに星野の水着実装もなかったわけですよね。と思ったのもつかの間、2.5 周年がやってまいりまして、そこで水着の星野が周年の限定キャラとして実装されました。まあ、性能はね、もう言わずもがな、もう持ってないとめちゃくちゃブルアカ苦労するレベルの性能でした。2周年の青天井でね、復刻された時は、もう皆さんね、めちゃくちゃ回してましたね。まあ、それぐらいいないと困るキャラってことです。まあ、とにもかくにもね、もう星野めちゃくちゃ強くて、チロコとセリカは来年なのかなと思っていたのもつかの間。はい、こちら出張桃よ堂海の家フランチャイズ計画のイベントが始まります。こちらはですね、百鬼夜行のみんなとアビドスの子たちでストーリーを展開していきました。ですがここでアビドスの水着の実装はなく、実際に実装されましたのはイズナの水着とチセの水着でした。そして2人とも限定キャラクターです。ただですね、この時は 1.5 周年記念でなんと100連無料がやっていたので、結構ね、やっていた方は持っている方も多いかもしれません。イズナはストライカーのキャラクターで、神秘の単体攻撃なんですけども、コストがたったの2で回せるのと、ノーマルスキルで相手の会心ダメージ抵抗値を常に下げててくれるスキルを持っておりまして、火力もあって、味方のダメージも上げてくれる超万能キャラでした。ただ、チセに関しては、今のところ活躍の場はあまりありません。そして配布されたのは、しずこの水着。しずこの水着に関しましてはですね、正直壊れてるぐらいの性能になります。これが配布ですからね、体操服優化のようなバリアを張ったり、ノーマルスキルとサブスキルで味方の火力を上げたり、本当にやりたい放題です。めちゃくちゃ強いです。そんなこんなでね、かなり神イベでした。イベント自体もクレジットめちゃくちゃもらえて本当に最高だったんですよね。そしてこのイベントでですね、立ち絵として登場しているにもかかわらず実装されてないキャラがいます。それがこの2人、桃よ堂のもう1人のメンバー海香ちゃんと、左が三森の水着ですね。特に三森の水着がエッチすぎてですね、もう最高すぎるんですけど、この2人早く実装してくれないでしょうか。おそらくね、先ほどのアビドスの水着イベントでもチロコとセリカ2人実装されていなかったじゃないですか。でこの桃よ堂のイベントも海香と三森、この2人が実装されておりませんので、復刻された際は復刻ガチャプラス実装されてない子たちがそのままガチャに追加されるんじゃないかなと思ってます。地獄ですね。以上がブルアカの水着イベントのまとめでした。はい、ということで「え」の水着の紹介コーナーではなく、過去の水着イベントの紹介と、まだ実装されていなくて実装されそうなキャラクターの紹介でした。僕はですね、アビドス推しなので、シロコとセリカの水着無限に待ってます。ミモリもウミカもめっちゃ可愛いですけどね、もう全員実装されてほしいです。ただベテランの先生もね、復刻で回さなきゃいけないですし、新規の先生も今までのガチャプラスさらに追加される生徒も引かなきゃいけませんし、さらにここから8月4日のハーフアニバーサリーもありますので、石のご利用は計画的に。ということで今回はこの辺で、もしよければ高評価を押していただきますと動画を作る励みになります。ご視聴ありがとうございました。